7-1 大輔は風呂へ入った。先生どうです、おかんはもう少しもさせましょうかと角野が突然入り口から顔を出した。角野はこういうことにはよく気のつく男である。大輔はじっと湯に浸かったまま、結構と答えた。すると角野がですかと言い捨てて茶の間の方へ引き返した。大輔は角野の返事のし具合に痛く興味を持って一人ニヤニヤと笑った。大輔には人の感じえないことを感じる神経がある。それがため時々苦しい思いもする。ある時友達の親父さんが死んで葬式の友に立ったが、ふとその友達が装束を着て青竹をついて棺の後へついていく姿を見ておかしくなって困ったことがある。またある時は自分の父からお談義を聞いている最中に何の気もなく父の顔を見たら急に吹き出したくなって弱り抜いたことがある。自宅に風呂を買わない自分にはつい近所の銭湯に行ったが、そこに一人の骨格のたくましい三助がいた。これが行くたんびに奥から飛び出してきて流しましょうと言っては背中をこする。大輔はそいつに体をゴシゴシやられるたびにどうしてもエジプト人にやられているような気がした。いくら思い返しても日本人とは思えなかった。まだ不思議なことがある。この間ある書物を読んだら、ウェーバーという生理学者は自分の心臓の鼓動を増したり減らしたり随意に変化させたと書いてあったので、平生から鼓動を試験する癖のある大輔は試しにやってみたくなって、一日に 2,3 回ぐらいこわごわながら試しているうちに、どうやらウェバーと同じようになりそうなので急に驚いてやめにした。湯の中に静かに浸っていた大輔は何の気なしに右の手を左の胸の上へ持っていったが、どんどんという命の音を 2,3 度聞くや否や、たちまちウェバーを思い出してすぐ流しへ降りた。そうしてそこにあぐらをかいたまま呆然と自分の足を見つめていた。するとその足が変になり始めた。どうも自分の胴から生えているんでなくて、自分とは全く無関係のものがそこに不作法に横たわっているように思われてきた。そうなると今までは気がつかなかったが、実に見るに耐えないほど醜いものである。毛がムラに伸びて青い筋がところどころにはびこって、いかにも不思議な動物である。大輔はまた湯に入って、平岡の言った通り全く暇がありすぎるのでこんなことまで考えるのかと思った。湯から出て鏡に自分の姿を映した時、また平岡の言葉を思い出した。幅の厚い西洋カミソリで顎と頬を剃る段になって、その鋭い歯が鏡の裏でひらめく色が一種むずがゆいような気持ちを起こさせた。これが激しくなると高い塔の上から遥かの下を見下ろすのと同じになるのだと意識しながら、ようやく剃り終わった。茶の間を抜けようとする拍子に、どうも先生はうまいよと角野がばあさんに話していた。何がうまいんだと大輔は立ちながら角野を見た。角野は、いやもうお上がりですか、早いですなと答えた。この挨拶ではもう一遍何がうまいんだと聞かれもしなくなったので、そのまま書斎へ帰って椅子に腰をかけて休息していた。休息しながらこう頭が妙な方面に鋭く働き出しちゃ、体の毒だから地と旅行でもしようかと思ってみた。
一つは近来持ち上がった結婚問題を避けるに都合がいいとも考えた。するとまた平岡のことが妙に気にかかって転地する計画をすぐ打ち消してしまった。それをよく煎じ詰めてみると、平岡のことが気にかかるのではない、やっぱり道代のことが気にかかるのである。大輔はそこまで押してきても別段不得意とは感じなかった。むしろ愉快な心持ちがした。